ロレンゾ・レロイ・エベシリオは、オランダホールン出身のサッカー選手。ポジションは MF。2010年から、オランダのアヤックス・アムステルダムに所属し、同年12月12日に行われた、フィテスセ戦で、リーグデビューを飾った。2013年1月、出場機会を求めて、ウクライナの FC メタルルフドネツィクに、遺跡、同クラブと3年契約を結ぶ。 2013年6月5日、アゼルバイジャンのガバラ FK に1年契約で移籍した。2015年7月7日、FC アンジマチからと3年契約を結んだことが発表された。2017年1月にアンジとの契約を解除。同月26日にキプロスファーストディビジョンのアップル、ニコシアに2年半の契約で加入した。2018年6月29日。 セルビアのレッドスターベオグラードに移籍し、1年半の延長オプション付きの2年契約を結んだ。2019年7月27日、ジュビロ岩田へ完全移籍することが発表された。2020年3月3日、日本サッカー協会選手契約書の第9条1クラブの秩序風紀を著しく見出す。行為、並びに第2条履行義務の度重なる違反があったとして、 2020年2月29日付でジュビロ磐田が契約解除したことを発表した。オランダ代表として UEFAU-17 欧州選手権2008、2010年には UEFAU-19 欧州選手権に出場した。ありがとうございます。